今日午前、阿久根市の国道3号線で車2台の正面衝突事故があり、運転手の1人が大けがをして車に閉じ込められ、消防が救助に当たりました。また、現場付近の国道3号線で交通規制が行われています。警察と消防によりますと、今日午前9時ごろ、阿久根市と薩摩川内市の境付近の国道3号線で乗用車2台が正面衝突する事故がありました。 この事故で大けがをしているとみられる運転手1人が車に閉じ込められ、救助活動が行われました。また、別の1台の運転手1人も病院に搬送されていて、けがの程度は分かっていません。2人とも意識はあるということです。衝突した2台の車両には運転手だけが乗っていたとみられています。 この事故の影響で現場付近の国道3号線は片側通行となり交通規制が行われています。